けど、それは別の意味で、あのね、あの大人にもなったし、自信がある人はひげ生やすみたいな、そういうおじさんの法則みたいなのかなと思ったんですけど、すげえ自信持ってる人いっぱいいるぜ世間。そうか、いやでもなんかそのなんだろう、そのプライベートもその芝居歌も含めて、うん、なんかもっと自分自身をちょっともっと出していってもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。いやもうでも出してると思う、うん、俺昔よりはやっぱなんかより自然体になれる、なれた気がした。年齢もでもそうなっていくんやろうな、うん、なんか今もそうなんだけど、あの今までだったらこのケンケンと久しぶりにこうね、うん、ラジオをやるって言ってどこかしらこう緊張をしてたと思うの、うんうん、でもいい意味での緊張はあるけどどこかやっぱ安心感もあるし、そうですね、すごくなんだろうリラックスした、ね、感じですごくできてるんですよね。ただ俺はもう昨日の夜からそわそわしてたけど、はよ番組やりたい。今日もいつもやったら楽屋入りしてからメイクするのにすぐメイク家からメイクして、いやだって今までケンケンがあんな入念になんかね鏡前にちゃんと立ってメイクするの見たことないもん。だっていつもメイク道具俺に借りに来るぐらいの人なのに、今日はねもう自分からこう率先してねメイクしてますよ。俺なんかもうね自然体でやりたいがあまり今日、うん、もうほとんど何もしてないですから今日自然体やもんな、はい、めちゃめちゃ自然体の加藤和樹でお送りしております。ただ和樹一つだけ言うぞ、はい、自然体と手抜きは違うってことだけ教えたら、はい、決して手を抜いてるわけではないんですけれども、はい、はい、ね、まあ皆さんもね、まあ、2015年いろいろあったと思います、はい、まあね、そんなねこの1年の締めくくりにですね、まあ、笑顔に、ね、なっていただけたらなと思います。はい、はい、さあということで、はい、というわけでね、まあ、先ほどもね、うん、お伝えしたんですが、はい、この番組はですね、まあ、KK チャンネルの開局記念特番としまして、はい、まずはねこの1時間、はい、楽しんでいただきたいなと思います。さあそして終了後はですね、はい、早速 4K ラジオのね、はい、お試し放送ボリューム0がね、はい、ゼロですからね、こちら会員限定放送となっておりますが、はい、さらにもう1時間お届けしちゃうというこの年の瀬に濃密な、はい、今からの2時間、2時間ですよ、2時間、はい、ね、だから番組冒頭は会員でない方もご覧いただけますので、はい、そちらの方もぜひご気軽に覗きいただければ、はい、嬉しいかなと思います、ね、最後までお付き合いしていただければなと思います、はい、さあですね、まあ、先ほどね僕ツイッターでも言ったんですが、うん、あのメールをね募集します。けけ、うん、チャンネル開局のお祝いメッセージやですね、うん、まあ、今後の番組へのこんなことやってほしいとかね、はい、まあ、企画のね意見だったりとか、うん、まあね、応援メッセージとかでも構いません、はい、ね、この後 4K ラジオ の、 そのまあ番組内容コーナーをね、はい、この後ドドンと発表しますので、ね、だからもうまだ初めやから採用率めちゃくちゃ高いですよね。そうですよ、はい、今はやっぱりね皆さんとこう一緒に作っていきたいっていうね思いもありますので、はい、ね、このねコーナー宛てのメールも大募集、はい、しちゃいます。お願いいたします、はい、まあ、メールはですねこの特番のページ内の投稿フォームや、うん、まあ、運営コメントのリンクから、飛んで送っていただければなと思います。はい、お待ちしております。はい、それでは皆さん、ね、はい、まあ、僕らもですが、はい、準備はよろしいですか。はい、ね、そろそろ番組を本格的に始めていきたいと思います、まあ、はい、まずは前半戦、うん、KK チャンネル開局記念特番スタートでーす。さあというわけでですね、はい、まあ、先ほどもねちょっと話はしたんですが、はい、まあ、なぜこのタイミングでねこのチャンネルを開設することになったのかというね、うん、お話をね、あの、まあ、ね、このなぜ鎌狩健太と加藤和樹だったのかというね、うん、あの話をねしたいと思いますけれども、はい、まあね、さっきも言いましたけども、やっぱそのねテニスミュージカル、うん、テニスの王子様で、まあ、共演して、まあ、そこから仲良くなって、はい、マーベラジオというね、うん、あのマーベラスのラジオをやって加藤健としてコンビをね、はい、組んでて、うん、でそれで、ね、まあ、当時はね若かったし、うん、この30を迎えた僕らが、うん、今当時のね気持ちに戻ってやったらどうなるのか、どんな番組ができるんだろうかと、はい、まあ、原点回帰、そうですね、うん、の意味も込めてですね、まあ、この
4K ラジオやりたいなって思ったのが、ちょっと待って待って、だったんですね。今コメントで小遣い稼ぎって入れたことあるやん。バカ野郎、それもある。おい、大人だしね。いやいや、まあまあまあ、いろいろありますよ、それは。違いますよね。違いますよ、単純に。違いますよ、それ。あるかもしれない。あるかもしれませんが、語弊があるけど、語弊があるけど、ただ単に俺らがほんまにやりたいっていう、気持ちの問題ですよ、うん、僕らのね。本当に、はい、そうそうそう。そうだから、その自分たちのね、その思いというか、やっぱ今ね、その時代的にもこうやりたいことをね、はい、こうやれる人って少ないと思うんですよ。少ないね。だからそのね、夢を追いかけるとか、うん、そのこうやって僕らがなんだろう、割と僕はくだらないことに全力投球するのが好きだったりするので、なんかそういう姿を見て、あのね、ちょっとでも元気になってもらえればなとか。まあ、俺はやっぱ他の番組では見れない加藤和樹をこれからどんどん引き出してやりたいなっていうの。いや、それは僕も思ってますよ。ありますけどね。で、なんだろう、やっぱさ、お互いのファンの方が今見てくれてるわけじゃないですか。はい、そうですね。やっぱりそういう、なんつうの、そういう人たちのコミュニケーションっていうかさ、納税してくれてる人たちね。こら、こら。いや、コメントに、はい、皆様に支えられてますから、ね。どうも ATM ですって送ってきてくれてんねんか。ありがとうございます。そんな素敵なファンの人います。ありがとうございます。あの、そのね、倍のものを返していきたいと僕たちは思っています。そうです。はい。はい、どうも ATM。おもろ。みんなのさ、この何、連携っていうか連携プレーが素晴らしいんですよ。すごいね、みんな。ケンケンのお財布だよ。悪い気はしねえって。そういうことじゃないんですよ。思ってませんから。いや、でもこうやってね、コメントしてくれるだけでもやっぱありがたいんですけれども、やっぱこの僕らとこうコミュニケーションだけじゃなくて、このコメントってやっぱみんなも見れるわけだし、それに対してのコメントもできるわけじゃないですか。で、やっぱりそういうね、いろいろファンの横広がりもね、こうなんかしてもらえたら嬉しいなと思って。そうね、やっぱ輪は広げたいですよね。そうそう、やっぱね、輪ってすごく大事だと思う。そうやね、輪って言葉好きやね。僕もね、つながりと輪って言葉が大好きなんですよ。加藤さん、どうも。いや、もうありがとうございます。ありがとうございます ね。やっぱそのね、やっぱ、どんなことやっていきたいですか。どんなこと、いろいろあると思うんですけど。そうですね、派生的なこともね、やっていきたいですよ。だから、あの、昔からね、こう俺はケンケンが言ってたことをすごく覚えてて、やっぱりね、その一緒にさ、歌を歌ったりとか、ね、多分ここでしか、もちろんね、その僕自身のライブにケンケンがゲストに来てくれるっていうのももちろんいいんだけど、やっぱね、やっぱ行くのにはちょっとっていうさ、ありますね、気軽にね、もっとあのできることがあるんじゃないかと。同じフィールドでね。そう、和樹のフィールドじゃない、そっちはね。そう、だから、うん、そこがね、お互いが同じこうね、ところにいる中で、うん、だったら、なんだろう、気軽に遊び感覚でもこう、ね、ちょっとできるんじゃないかなと思って、そういうことはね、僕はね、ずっとあのケンケンがあの僕の、まあ、僕らの未来っていう曲があるんですけど、 それが大好きだって言ってくれた時からずっと思ってることなんですよ。ありがとうございます。はい、実現しちゃいそうですかね。まあ、まだわかんないですけどね。まだわかんないですけどね。まだ皆さんの応援次第ですからね、それは。そうですね、そうですね。逆にケンケンどうですか。こんなことやりたい。特にないですね。おい、早いな、切り返しが。早いよ。特にないですね。俺割と熱く語ったよ今。恥ずかしいと思って見てましたけど。おい、こいつ何番組でなんか青春がどうたらとか、僕らの未来ふんと思って聞いてましたけど、うっそーん。さあ、鎌倉健太、テンションが上がってまいりました。いや、もうスイッチが入ってまいりましたよ。ケンケンのこういうとこ大好きでございますけれどもね。だからね、さっきも言ったんですけど、うん、あのね、お客さん抜いてくれてる人たちも、そう、はいはい、この二人にこんなことやらせてみたいとか、うん、こんなことやってほしいですっていうのはね、あのさっきも言いましたけど、メールフォームとかからね、どんどん送っていただきたいなと思いますので、はい、そう、皆さんの協力もお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、はい、ここでチャンネル解説にあたってですね、はい、あのいくつかお祝いメッセージを、ね、いただいておりますので、ね、はい、こちら早速紹介させていただきます、うん、ですね、熊本県にお住まいの太郎さんからいただきました。ありがとうございます。ですね、加藤県ラジオ復活おめでとうございます。ありがとうございます。10年前のハラハラドキドキな発言ありの若かったお二人、かっこ笑い、うんうん、あの頃は録音した MD が主人とのドライブのお供でした。嬉しいですね。嬉しいですね。時が経っても変わらないもの、年を重ねて変わったもの、フリートーク楽しみにしています、うん、ということで、すばっ、
もう一発目にふさわしいメールで ね、いやいやありがとうございます、ね、どんどん紹介していきましょうか、はい。じゃあ東京都マキさんです。ありがとうございます。ありがとうございます、KK チャンネル開局コンビ復活おめでとうございます。ありがとうございます。10年前にリアルタイムでマベラジを楽しんでいました、うん、当時中学生だった私ももういい大人になります。そうですね、そうか10年ですからね。またお二人の軽妙な掛け合いが聞けると思うと楽しみでなりません、うん、またお二人のエチュードなんかが聞ける今回見れるんでしょうかのも期待しています、はい、最後になりましたが本当にチャンネル開局おめでとうございますということです。ありがとうございます。はい、じゃあもう一枚ね、はい、こちら紹介したいと思います、はい、ですね、山形県にお住まいのいっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。かずきさん、けんけん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 KK コンビ復活おめでとうございます。ありがとうございます。また2人の爆笑暴走トークが聞けるのがすごく嬉しいです、うん、それではこれからも応援しています。頑張ってください。2人とも良いお年をということで、あ、そうですね、ありがとうございます。年のせいにありがとうございます、はい、さあもう一つ行きましょう、はい、三重県のレオンさんです。かずきさん、けんけん、こんばんは。こんばんは。 KK チャンネル開局おめでとうございます。カズキさんとケンケンをしたのはもちろんテニミュです。 ありがとうございます。テニミュでも特にカズキさんとケンケンが大好きだったので、うん、2人が番組をしてくれるのはとても嬉しいです、うん、これからどんな感じになっていくのかとても楽しみです、うん、毎回絶対見ますので、うん、はい、頑張ってください。応援しています、はい、ということでありがとうございます。徐々にハードルが上がってる感じがするいいですね。テニミュで特にカズキさんとケンケンが大好きだっていいですね。嬉しいですね。ありがとうございます。じゃあこれラスト、紹介したいと思います。徳島県にお住まいのミミミさんからいただきました。かずきさん、けんけんさん、こんばんは。こんばんは。 こんばんは。この度は KK チャンネル開局けんけんチャンネル俺だけになっちゃった。俺だけいいの、けんけんだけになっちゃった。っちゃう、入れて入れて俺も入れてこの度は KK チャンネル開局おめでとうございます。かずきさんとけんけんさんがラジオ番組を放送していた頃、私はまだ小学生でしたが、うん、あれから時が経ち、うん、私もお二人も大人になったので、あの頃とは違った大人のトークが聞けるであろうと楽しみにしています。なるほど。ところで、はい、久しぶりにお二人が一緒の特番ですが、10年も時間が経っていると意外にやりにくかったりするんでしょうか、というね、素朴な疑問もいただいておりますが、いかがですか。いや、正直ないですね。やりにくさ、やりにくさはないです。あ、オタクは感じてない。あらららららら、あらららららまだ、始まってないよ。まだ始まってないよ。いや、僕は結構さっきから気使って。あー、そういう感じ。そういう感じね。楽しいな、この感じで。まあね、全然、それは見ていただければね、分かると思いますけど、ね、でも、変な話、はい、今日は一発目だから、ええ、これがスタートなわけじゃない。そうですよ。こっからどう転がっていくのか今もう楽しみで仕方がない。そうです ね、言ってしまえばまだこれは特番であって本編ではない、ね、そうです。だから、はい、今日なんかまだ今真面目にやってますから僕ら言っちゃった。見てもらってる皆さんのことを ATM とか言いながら真面目ですからこれは。そうですね、うん、まだこれからね、まだ上があると、 どんだけ暴走しちゃおうかねっていう。そうですね、まあ、それはね、うん、まあ後ほどの、後ほどちょっと楽しんでもらいたいなと思います。はい、というわけでですね、まだまだメールは募集中でございます、はい、お祝いメッセージはですね、まあ、今後の番組への期待だったり、ね、こんな企画やってほしいという、ね、企画の、ね、ご意見、僕たちへの質問などなどお待ちしております、はい、よろしくお願いします。待っております。さあね、はい、じゃあここからはですよ、はいはい、4K ラジオでどんなことやっていくのかというね、うん、これ今現在ですよ、うん、今現在予定しているコーナー企画の一部をご紹介していきたいと。さあ、ということでもね、思います。ということでまたここからどんどん変わっていきますから、今日はこれですよ。まずは何からですか。今からも行っちゃう、ね、行こうか。はい、こちら KK チャレンジ、はい、ということでね、ちょっと BGM も変わりつつですよ ね、みんな下ネタ下ネタとか言ってますけど、ね、俺らイコール下ネタみたいなのはさ、もう20代の考えですよ。そうです。僕らが20代だったらそうだったでしょう。そうですね、はい、バカかと、はい、30にもなって下ネタなんか言うかと。本当ですよ、ね、もう言いたくて仕方ないけどまだ我慢しよう。はい、でもね、まあ、こちらですね、その名の通りですね、まあ、毎回2人がいろんなことにまあチャレンジする、そういうコーナーでございますね。というコーナーになっておりますが、はい、例えばですよ、ね、絶対無理なんだけど東大の入試問題にチャレンジしてみるとか、ね、いや1問ぐらいいけんじゃね。いや1問いけっかな。いける、多分東大ですよ。いやでもよく考えてみ、国語とかの問題で、うん、難しい漢字の読みだけどこれだけズバンと知ってたみたいなのあるじゃない。なるほど、ね、なるほど、確かにね、これだけは知ってるとか、うん、ちょっとこれやりたいな俺、まあ、確かに1点ぐらいなら取れんじゃないかなと思う。でもガチでやったらさ、でももうだって勉強とか俺計算式すらちょっと危ういもん。いや
あこんなにこの年になって因数分解残ってないもんかねと思うもん因数分解とかちょっと、ね、やり方すら覚えてないカッコとか X とか、いや分かんない分かんない Y とか求められないもん。もうただ未だに俺円周率は結構言えるけど、あマジ俺 3.141 ぐらいで終わってる。 3.141592653589793283、はい、ここまで言います。すげえ言えるね。そうなんですよ。カズキは無理だなってよね。そう、カズキバカですからね。バカですからね、はい、おいカズキは学歴があんまりない、はい、まああとはですね、はい、こちらどんどん説明、意外とね時間がないけど、そうなんです、楽しいからね、はい。